はい、英語の中3生の1学期期末テスト対策レビューの、後半になります。接続が落ち着いたらさっきの続きね、やっていきます。今から、3年生の1学期期末テスト対策の英語の後半のね、説明に入っていきます。ちょっと接続がまだ終わってないみたいなので、落ち着いてから配信をやっていきます。りなちゃんはもうお疲れのようですね。頑張ってね。はい。例えば、さっき画面共有がなんか、ずっとくるくる回ってて更新できませんでした。音声と先生のは見えたけど、うん、見えなかったので、プリント見てやってます。手元にプリントあるのね。うん。じゃあ大丈夫だと思います。はい。はい、じゃあ、接続落ち着いたみたいなので、また共有していきますね。で、みんなが映らないな。よいしょ。ちょっと待ってね。ちょっと一回。解除するね。もう一回やるね。はい、皆さんはこれ見えますかね。はい、ですね。皆さんに見てほしいのは、これ不規則、動詞変化表ってやつなんですけど、ちょっと待ってね、みんなの顔がね、見えなくなってね。ビデオパネルの、あ、見えました。はい。この不規則動詞変化表っていうのは、中3生の、1学期期末テストもしくは、まあ、ここは中間ないのでね、例年で言うと中間テストで、絶対に覚えないといけない、最大の難関です。はい。手元にプリント印刷してある人はもう見たら分かると思うんですけど、ものすごく多くの暗記しないといけない活用形があります。学校によってはこの活用形だけでテスト、小テストね、授業中にやるところもあると思うんですけど、必ずこれを、覚えきってください。で、皆さんのプリントの AA 型とか ABB 型とか書いてるところの横に米印が書いてると思います。その米印が書いてるやつは、皆さんの、教科書、なんだっけ、ニューホライズンか。ニューホライズンの教科書の、中に載っている単語なので、少なくとも学校のテストに対応するためには、この米印の活用形はもう全部本とかで隠しながら、もう音読で言えるようにしてください。で、米印書いてないやつも、受験生としては必要なんですよ。例えば、ABB 型の右側の下の方ですね。カスって言葉ありますけど、レンド、レント、レントっていう形で、もうこれも受験でよく出る単語ですね。例えば AA 型で言うと、やめる、クワイト。これ全部同じね、綴りになりますけど。はい。ですので、プリントが全部で3枚あったかと思いますが、これね、去年の3年生で言うと、塾でテストして、合格できない人は、合格できるまでやってたんです。ただ今年はコロナの関係で、授業が、塾も学校も遅れてるので、まずは単元を終わらせることを優先してますけど、3年生の受動体とか第5文型と、あとさっきやった比較級、最上級とかの復習が終わった人には、ちょっとテストでチャレンジしてもらいたいと思ってますので、ちょっと覚悟しておいてください。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあね、3年生の、文法にね、入っていきます。はい、ちょっと待ってください。なんかね、いろんなもの出しすぎちゃってね、画面が固まっちゃったな。はい、ちょっと待ってね、今、消してます。はい。
はい、じゃあまず3年生のね、文法の方ね、なんと言っても、この受動態ですね。はい。ちょっとまた画面見ながら、ちょっと待ってください。よいしょ。はい。受動態なんですけど、もう皆さんパターンとしては慣れてきたと思いますけど、B 動詞プラス、過去分詞。ちょっと待ってね、調子が悪いですね、ズームの。これで OK かな。ビデオパネルの表示。はい。B 動詞プラス過去分詞ということは、もう皆さん理解できたと思います。受動態とはそもそも日本語で言うと、何々されるという文章ですよね。B 動詞プラス過去分詞。ですからさっきの過去分詞のね、動詞の活用表の過去分詞を覚えてしまわないと、文章としてはもうどうしようもないということがわかると思います。で、あと実際に演習問題解いてる人は、ここの B 動詞の、時制の確認ね、過去形なのか、現在形なのか、ここの区分をしっかりとつけるようにしてください。ただ過去形だったら、The room was cleaned by 誰々というふうになると。その部屋は誰々によって掃除されたと。この everyday っていうのは毎日だから、わずにはなりませんね。毎日、その部屋は毎日掃除されていたって、ちょっと変だからね。うん。はい。まあ、この形としては皆さん覚えたので、この過去分詞をいかに覚えるかっていうのが受動態の、もう絶対のポイントになると思います。はい。それと、この、能動態と受動態の書き換え。これ授業でね、かなり、苦戦してる人が、多いです。まず、能動態っていうのが何かっていうのがね、ちょっとまだ飲み込めてない人が多いので、能動態ってこういうことですよっていうのをもう一度説明します。能動態というのは、皆さんが中学1年生、2年生で勉強してきた、普通の一般動詞の文章です。主語があって、その後に動詞がある文章。この文章のことを能動態と言います。要はこの I とか He とか She とか We とかね、この主語が何かしらの動作をすると。こういったものを能動態。能動という言葉は、自ら主体的に動くという意味なので、まあ、英語で言うとその主語の人が自ら主体的に動くと。だから例文にありますけど、We clean the room every day。私たちはその部屋を毎日掃除しますと。この掃除ということを主体的にやっているのは、この主語であると、We であると。こういった文章のことを能動態というと。はい、で受動態になるとこの We って言葉と The room これ目的語って言いますけど、まあ、目的になるもんだよね。普通の能動態の文章からすると掃除する目的になっている言葉が The room になります。この目的語と主語を入れ替えて B 動詞で過去分詞をつけるのが受動態への書き換えの基本的な方法です。ですから、The room is cleaned という形で、この The room というのが先頭に来るという形になります。ここを理解してください。で、皆さんがね、間違うのは、疑問形の作り方とかね、まあ、そのケースで間違うケースが多いので、疑問形の書き換えの時も、まずは一旦、この普通の文章、肯定文にしてみて、考えてみると、間違いが、まあ、防げると。いうことかなと思います。はい、まあ、さっきも一段ありましたけど、とにかくこの規則動詞不規則変化両方とも、ちゃんと時間かけて今回は覚え切ってください。で、この過去分詞を覚え切ってないと、このあとユニット2っていうところで、現在完了という文法をやっていくんですが、この現在完了でもこの、過去分詞というのを使っていきます。ですから、
現在完了できない人は大抵この、過去文章を覚えてないということになりますので、今回覚えきらないとまた、まあ、今回ユニット2までね、定期テストが行くかどうかちょっと微妙なところはあるんですけど、まあ、少なくとも2学期には出てくると思いますので、2学期のテスト対応できなくなりますから、覚え切っていただきたいと思います。はい。じゃあね、倍のある受動体、まあ、これもまあ皆さんもすでに塾で何度もやってるので、そんな難しくないと思います。彼はこの手紙を書きました。He wrote this letter。はい。この this letter という言葉が、目的語が主語に変わるわけですね。ですから this letter、 B 動詞、さっき wrote と言って write の過去形でしたから is ではなくて was になると。 this letter was written by 誰々と、この誰々っていうのがさっきの前半の授業でも言いましたけど、認証代名詞の、目的格ってやつですね。 by he にはなりませんよ。 by him とか by herになりますよということです。ここ絶対に間違えないでください。はい。まあ、この下の方は大丈夫かな。はい。これもね、by を使った書き換えだよね。まあ、さっき言ったように he っていう主語とこの this book という目的語が入れ替わります。この目的語が主語に来ます。this book で be 動詞を使います。is を使って use という過去分詞が来ます。で、by 誰々と。で、ここもね、by he って言っちゃう人がすごく多いので、by he ではなくて、主格ではなくて、目的格に変わりますと。ここも絶対に徹底してください。はい。こんだけ言ってんだけどね、毎年、模擬テストとかやると、by he とか by she っていう風にしてる人がすごく多いです。はい。受動体は、よいしょ。これで終わりかな。もう一個あるのかな。あ、疑問文がありますね。はい。よいしょ。ちょっとごめんね。ちょっと世の中のインターネットの回線が混んでるみたいですね。はい。疑問文と答え方ですね。はい。These cars are made in Japan。これも受動体ですよ。いいですか。by を使ってないだけで、be 動詞と make の過去分詞である made が使われています。これ受動体の文章です。These cars are made in Japan。made in Japan という言葉はね、皆さん知っての通り、日本製ですという意味ですね。日本で作られましたと。何々されたという受動体の文章です。で、疑問形になるとこの these cars とこの are が、まあ、入れ替わるだけですね。 are these cars made in Japan と。はい。で、ここの疑問形作るのは問題ないんですけど、意外とこの後の回答を間違えてるケースが多いです。these cars というのは代名詞にしないといけないんですよね。もう一回言っちゃってるから。なので、この these cars を代名詞に入れ替えると、主語で使っていたので、they という、主格になるわけですね。で、yes, they are, no, they aren't というふうになります。特にこの they を使ったケースは、この no, they aren't というのが意外と答えられない人が多いですから、注意して覚えておいてください。はい。ですね。で、この下の方の3番目。これ塾の授業であんまり問題として出てきてないやつなので、ちょっと注目してみてください。はい。助動詞がある場合の、疑問文。これさっきのね、比較級、最上級とかでも出てきましたけど、will とか can など、これ助動詞って言いますが、疑問文にするときは助動詞を文の頭に置きます。はい。She will be loved by Tom。 まあちょっと不思議な、ね、例文ですけどね。彼女はトムに愛されるでしょうという、こう未来のことを表しているんですね。はい。これを疑問形にする場合は、She will ですから、Will she というふうになります。Will she be loved by Tom と。はい。で、注意してほしいのは、
will の後に be 動詞が来てますが、will の後っていうのは動詞は原型になるというルールがありましたね。よろしいですか？これ2年生の時の、1学期に勉強しました。 will の後は動詞の原型が来ます。ですから she will be になります。 she will is とか she will are っていう風に文章を作っちゃう人がいるんだけど、is でもなく are でもなく will の場合は be になります。はい、これ模擬テストによく出ます。 she will be 過去分詞というふうになると。ですから疑問形に変えた場合も she と will が入れ替わって will she be というふうに be が残るとね、ここ気をつけてください。はい、はい、でですね、あと疑問文は単に主語と動詞を be 動詞を入れ替えてできる疑問文ばっかりではなくて、このいわゆる W がついた疑問詞ですね、 When, Where, Who, What というのがつく、疑問文もあります。ちょっと例文見ていきましょう。 When was the building built? この建物はいつ建てられましたか。もともとの文章で言うと The building was builtin いついつとかね、 built by 誰々誰々によって建てられましたという過去形の文章になりますけど、いつっていうのを聞くときは when が先頭につくと、で the building と was が入れ替わるという順番です。はい、覚えておいてください。はい、where was this key found? どこでこの鍵は発見されましたか。はい、場所を指し示す where ですね。本来の文章は This key was found by 誰々、この鍵は誰々によって発見されましたという元々の文章になります。はい、で次ですね。 Who was helped by Mike? 誰がマイクによって助けられましたか。まあ、あんまり日常生活では使わない例文かな。はい、まあ、これはまあ今日はいいでしょう。はい、で最後の文章ですね。 What language is spoken? 何の言葉が話されてますか。 In Japan、 日本では要は何の言葉が、何語が喋られてますか、回答になります。はい、この What language って組み合わせ、これはまあ塾の例文でもねありましたね。覚えておいてください。はい、先生のパソコンの電源が弱くなってきたので、ちょっと充電します。はい、いいでしょう。じゃあ、受動体のところはあと1個かな。はい、否定文ですね。まあ、ここはそんなに難しくないので、大丈夫かなと思う。B 動詞の文章ですからね、受動態というのは B 動詞の後に not をつければ大丈夫です。で例文見ていきましょう。 English is spoken in that country、 英語はあの国で話されています。話されていると、まあ、要は not をつければいいだけです。例文は English is not spoken in that country。 ですからこれもミスするとするならば、穴埋め問題で、isn't というふうに短縮形にしないといけないときに、あれなんか字数足りないから is not として、その後の肝心な過去分詞を、抜いたまま文章を作ってしまうということを昨日ちょっと誰だったか忘れたけどやってました。はい、ですからカッコが足りないときは isn't と短縮形にするということを必ず意識して覚えておいてください。否定文が意識するところは、まあ、それくらいかな。他はそんなに難しくないので、大丈夫だと思います。はい、ではですね、最後によいしょ、ちょっと待ってくださいね。はい、第五文型ですね。ちょっとここまでまだ言ってない人がいるかもしれませんが、説明をしておきます。
はい、もうすでに終わってる人にはね簡単だと思いますけど、例文読みましょう。 He is happy、 はい、彼は幸せですと。はい、で This book makes him happy、 この本は彼を幸せにしてくれます。メイクを使った文章のことを、まあ、第五文型って言うんですけど、この本は彼を幸せにしてくれますと日本語は明らかに読んでて違和感ありますよね。だから、まあ、直訳すると、この本を読むと彼は幸せになりますという日本語になります。ただし、この本を読むとって言うんだけど、読むっていう単語は入ってませんよね。この本が誰々を何々にしますというのがこのメイクと、この後についているこのハピーという形容詞ですね。ですから文章の順番が決まってます。まず主語が来て、その後にメイクが来ます。で、まあ、さっきから何度も出ている認証代名詞の、目的格、ヒムとかハーね。あなたの場合はユーですよ。メイクユーね、で、ハピー、これ形容詞ですね。メイクプラス認証代名詞の目的格プラス、形容詞という順番に必ずなります。ですからこの順番決まってるのに実際に塾で問題解いてる人を見るとメイクハピーみたいな感じで、この誰々をっていうのを認証代名詞の目的格を抜いて作ってしまってる人がいるので、絶対にこの語順を守ってください。あとは、特にですね、町田三中の生徒さんたちは、ちょっと先生最近ただ中とか見てないかわかんないけど、三中の生徒さんたちは、この主語が三人称単数の場合、メイクの後の S をつけるのを忘れる人が、なぜかかなり中学校に偏って、出てきてますので、必ずこの三人称単数の S、主語が三人称ね、一人称というのが私、二人称があなた、三人称というのはそれ以外の人、he とか she とか、まあ、it とか、まあ、単数形のものね、その場合は必ずこの後、s がつきますからね。主語が複数形の場合は三人称単数になりませんので、s はつけないでください。だから例えば、主語が they の場合は they make になります。makes にはなりません。はい、ここ、中学校文法のすごく重要なところなので、しっかり覚えておいてください。はい、まあ、この形の順番さえ覚えてしまえば、この make を使った、第五文型っていうのは、それほど難しくありませんので、大丈夫かと思います。はい、ではですね、皆さんにデータで配ったプリントの解説は、まず矢継ぎ早に説明してきましたけど、一応これで終わりになります。はい、で、ちょっと学校によって定期テストの出題範囲が変わってくるので、ちょっと一概に今日説明した内容で十分かどうかっていうのはちょっと分かりません。実際に学校の先生に取材に行って、今、比較級、最上級と、受動体と第五文型一生懸命勉強してるんですけど、1学期の期末テストってこれ以外の文法って何か勉強しておくのありますかみたいな形で聞いてもらうと、あ、この文法もやっといた方がいいよみたいなことは言われると思いますので、ちょっと英語の先生とコミュニケーションを図ってみましょう。で、それはちょっと皆さんにねやっていただかないといけません。で、最後にちょっと教科書本文のね、勉強の仕方をね、説明していきます。はい、ちょっとこれ新型兵器で、よいしょ、これショガカメラって言うんですけど、今先生の横にカメラがあって物を映すことができます。はい、ちょっと画面を大きくするけど、これニューホライズンの Q3 ユニット0の、まあ英語本文と和訳ですね。で、皆さんには英語本文と和訳を配ってると思いますけど、さっきのガイダンスの授業で説明した通りですね、
いきなり教科書本文読んでも単語も文法もわからないから、あまり勉強の参考にはならないと思います。ですから必ず勉強順番としては、単語を覚える、文法の理屈を覚える、その後に初めて教科書本文読んで、その勉強した単語とか文法がこの本文に使われているということを、確認しながら読んでください。例えばこれユニット1の1ですけど、It is loved by many people という形で、ここで受動態が使われているわけですよね。そしてはい、じゃあこれ1の、4ですね、はい、ここの4番目ですね。 It makes、 ちょっとスペース空けるの忘れてましたけど、 It makes me proud of Japan。 これね、セルモのユニット1の教科書本文のね、問題出てきましたけど、今説明した make、 主語が It だから S がつきますよ。でこの後に、私を表す名称代名詞の目的格で、プラウドというね、この誇りという形容詞が来ています。で、にオブというのは何々のっていう言葉ですね。ジャパン、日本の誇りを、私は、それは私を誇りにさせてくれます。まあ、直訳すると、そのことで僕は日本を誇りに思いますと。ですからこの辺は和訳問題が出る可能性もあるわけですね、第五文型っていうのは。これを直訳すると変な文章になっちゃうので、こっちの、日本語の和訳をね、ちゃんと意識して読んでもらって、問題出てきた時に答えれるようにしていきましょう。まあ、そういう形で和訳集については、皆さんにお配りはしてますけど、途中で入塾してきた人とかはね、2年生のやつとか、ない人もいると思うので、ない人は塾で先生に声を、かけてください。まあ、こういう形でユニット7以降もね、ここかな、ファースターザンという形で、ラージャーザンとかね、比較級とか最上級が本文に、散りばめられてますので、本文を読むのは一番最後、文法を理解してからという形にしてください。で、まあ、あとは、このユニット7の後の、さっきもちらっと言いましたけど、このプレゼンテーションとか、レッツリードですね。はい。このあたりは、2年生の文法の総まとめになりますので、結構この辺で1年生2年生の文法を知っているか確認される可能性が高いと思います。ですからユニット7と3年生のユニット1だけ勉強すればいいというわけではなくて、このレッツリードとかレッツリード3ですねとかもちゃんと単語も含めて文法も含めて理解していけるようにしましょう。優先順位としてはユニット7と3年生の範囲が優先ですけど、それが終わったらこっち の勉強に移ってもらいたいなというふうに思います。はい、じゃあね、一通り説明は終わりました。繰り返しになりますけど、3年生の皆さんはこの1学期の英語がこれからある定期テストの中では一番簡単だと思います。ですから絶対今回は力を入れて点数を勝ち取ってください。2学期以降のテストはいろんな文法が入ってくるので、正直難しいです。なかなか点数取れませんので、1学期で取り切ってもらいたいというふうに思います。はい、じゃあ3年生の人はね、この後幼児からかな、国語の勉強の配信を行います。で、国語も結構ポイントを押さえながら勉強していかないと大変なので、ちょっと頑張っていきたいというふうに思います。はい、それでは皆さん、さようなら。